黙々とお客さんの髪をカットする美容師の男性田川大地さん33歳。やめてください。めっちゃ撮っとる、めっちゃ撮っとるんですから今。お客さんからはおとなしい印象を持たれている田川さんですが、彼のもう一つの姿が。おつ来ました。何か当たってる感はありますね。何ですか今日は。 YouTube を中心に活動する芸人です。肉の味をまだ知る。ありがとうございます。田川さんが YouTuber 芸人として活動するようになり、およそ1ヶ月。しかしそこに至るにはある思いがありました。子供の頃からお笑い芸人に憧れていた田川さん、地元の高校を卒業後進路に選んだのが NSC に入学しまして、そこでまあタレントじゃないですけどお笑いの勉強を少しさせてもらいましたね。同期でいうと有名なところだ。バンビーノとか、アマコインターという女の子2人のコンビですね。その返し絶対思いつかんやろっていうのを返してくるんで、脳の作り的に全然違うなって実感しましたね。才能あるライバルの実力に圧倒されて過ごした吉本興業の養成所での1年間。最後はもう吉本新喜劇のオーディションを受けて、まあ見事に落ちたわけですけど、それで大阪から帰ることになりましたね。もともとは芸人をやりたいわけじゃなかったんやって思って、でなんか無理やり自分を押さえつける感じで諦めました。自分の気持ちに蓋をするように夢を諦め、地元津市に帰ってからは父親が紹介してくれた現在の美容室に就職しました。今日の予定は？あ、まあ、ふみかに会いますよ。本当に？ご飯行きます、友達と。わ、美容師になって13年。結婚し二人の子宝にも恵まれ、順風満帆に見えた田川さんでしたが、内に秘めた思いを抱え続けていました。タレントになりたいというのはやっぱ捨てきれなくて、まあ心のどっかにずっと眠ってますね。自分にとっても楽しいことをして、稼げるお仕事がしたいなってずっと思ってましたね。そんな田川さんに転機が訪れたのが今年9月。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。きっかけは美容室のお客さんでウェブクリエイターの横山俊治さんとの出会いでした。僕もずっとやりたいなとは思っとったけど、一人では寄せんなっていうのがあって、もやもやしとったところに横山さんから声かけてもらって、ある時なんかこの元芸人やったみたいな話を、聞かされて、いやスタイリストちゃうやんみたいな。ポテンシャルはものすごいあると思います。常識というものを嫌うんですよ。横山さんからの思いがけない誘いを受けた田川さん、一度は諦めた夢を YouTuber として再び追いかける決断をしました。そう、僕日本だけで考えてしまうんですよね。 YouTube って世界ですもんね。世界ですよ。そうなんですよね。そうです。もう僕はもう世界中引きずりますわと思ってますから、ね、本当ですか。この日は企画会議。幅広い世代に受ける企画を考えていると、タレント志望ですよ。はい。グルメリポーターとか。うわー、やったことないですね。できといた方がいいかなって思って。このまんまでも美味しそう。やってみたかったグルメリポーターに初挑戦することに。食べに行きましょう。うまくいきますかね。いや、行くと思いますよ。いかんと思っとったらもやりませんしね。やっぱ僕もその一回お笑いの世界入ってやればできるんやと、の見せつけてやろうと思ってます。46名。さらに芸名も田川さんの名前大地からガイアに決まりました。
ロケ当日。あ、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。くすぶり芸人の YouTuber でガイアと申します。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。今回ロケに協力してくれるのは名古屋中区にある焼肉杉本宝泉。スカイツリーにも貼ってますし、海外にもありますからかなり大手やと思いますよ。めっちゃヤバいとこじゃないですかそんなとこやったんですね。今までやっぱ食べに行ってもうまいとしか言ったことないんで不安でしかないです。高級な焼肉店だと知り急に不安になる田川さん。そしてそのままロケがスタート。はい、高級なあの焼肉中心にあのお店の方をやっておりますので、はい、はい、どうぞ見てってください。ありがとうございます。お願いいたします。焼肉屋さんの雰囲気じゃないですね。では、ガイア様の方に、当店の、ランチの人気ナンバーワンの、はい、つぼ漬けのランチ、はい、の食べていただこうかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあちょっといただきますね。レモンが入ってるんですね。はい、うまっなんすかねこれ。肉やの肉じゃないみたいな味。拙いリポートですが精一杯味を伝えます。ここのお肉は元気の源です。ありがとうございますいいっすか。はい、はい、続いては和牛の焼肉の盛り合わせをお持ちいたします。はい、はい、部位を当てていただきたいなと思っております。はい、はい、こちらの3種類の肉の部位を見た目だけで当てるというクイズに挑戦。しかも正解したら食べていただいていいんですけど、はい、失敗したら罰ゲーム。失敗せんかったらいいんですもんね。失敗当てたらいいんです。はい、もうあのもう焼いて食べていただきます。わかりました。芸人としてはある意味罰ゲームも美味しいシチュエーションのはずですが、カルビロースイチボどうですか。当たっちゃってますよ。やっちゃった。正解。やったやったんかこれ。やったやっちゃった。ちょっと待ってください。いただきます。持っているのか持っていないのかクイズに正解。めっちゃうまい。だが結局開いております。おおすげえこれはやばい。怖い怖い。めっちゃ高い。嘘でしょ。田川さんも罰ゲームに参加。撮影した動画は自分で編集します。何か起きてもパソコンがないんでスマホで頑張ってます。人から見た自分って見れやんじゃないですか、うん、だからこんな動きしとるんやとか、うん、こんな喋り方なんやとか声とか、うん、見とって面白いですね。実は田川さん真っ先に完成した動画を見せたい相手がいました。親に初めて自分の頑張ってるところを見せたいなと思って。田川さんに芸人としての才能がないと感じ美容師の道を進めた父親の吉見さんです。 YouTube をやっとるんやっていうのも 2,3 日前ですかね、うん、聞かされたのは。また変なことやりだしたなっていう感じですねできました。こんな感じです見える。
自分なりに精一杯頑張って作った渾身の動画。果たしてこれを見たお父さんはどんなリアクションをしてくれるのでしょうか。体が発動する、うん、自然と止まるの、うん、こんな感じでした。うーん、楽しんどるね、うん、こんな感じのことをしてますわ。いいじゃないですか。うん、うん、楽しそうで、ね、人生一回なんで。まあね。お父さん、動画を気に入ってくれたみたいです。僕、その自分が何かこう頑張ってることとかって絶対見せなかったんですよ。だから今初めて見せたから、なんか不思議な感覚。いくつになっても人生楽しんでね、やっとるなっていう感じですね。うん、楽しそうで何よりです。チャンネル登録はしますか。します。一度は芸能界への夢を諦めていた田川さん、でも今は僕みたいにタレントになりたいとか、そういう人たちの活動できる身近な存在っていう感じはしますね。なんか自分が面白いなと思っとっても、それを実行できなかったんで、今までそういうのを YouTube でやってって、そんなすぐにではないですけど結果は出てくると思うんで、諦めずに頑張っていこうかなって思ってます。